こんにちは、立花だよ。つむぎだよ。今日のお題はこれ。中学1年生までの知識があれば、あとは思考力で解けるはずだから、みんなも一時停止して挑戦してみてね。あーし、わかっちゃったかも。9時15分じゃないかな。長身が3のところに来れば、横一直線になると思うよ。でも長身が3のところまで動いている間に、短身も少し動くよね。そうしたら、一直線にはならないよね。そっか。じゃあ、9時20分くらいかな。つむぎちゃん、適当に言ってもダメだよ。ブーブーブ。ヒントを言うと、すごく半端な数になるよ。だから分数で表すことになるよ。高3。わかりません。それじゃあ解説していくね。お願いします。この問題は距離、速さ、時間の問題として扱えばいいんだよ。文字盤上の1分を1メモリとすると、長身は60分で60メモリ進むよね。つまり長身の速さは分速1メモリだよ。一方、短身は60分で5メモリ進むから、分速12分の1メモリだよ。そして時間を x 分とすると、距離は速さ×時間だから、 x 分後の針の位置はそれぞれこういう式で表せるよね。単身は0から出発するんじゃなくて、45メモリのところから出発することに注意だよ。その上で長身と単身の距離の差が30メモリになった時が求めたい時刻だよね。だからこんな方程式が立つんだよ。距離、時間、速さを使った追いかける系の問題に似てるね。計算するとこんな感じ。これが回答だよ。9時16分と少しくらいかな。うん、9時16分22秒くらいだね。でもさ、りっかちゃん、アーシーいつもデジタルの時計を使ってるんだ。だから長身も短身もないんだよ。うん、そうなんだ。そうなんだじゃなくてさ、配慮がないよね、りっかちゃんって。ううごめんなさい。自分に見えてる世界が世界の全てだとでも思ってるわけ？思い上がるのもいい加減にしなよ。答えは一つじゃないんだよ。私が悪かったよ。